科学がそれがしに見えるものはないでござる。今回はですね、歴代閻魔の冥王マカとバトルしたいと思います。二代目の閻魔大王ですね。伝説の剣不動雷鳴剣を封印してきた閻魔大王、これですね。閻魔大霊廟冥マカ可愛らしいよね。なんかちっこいよね。ちょっと閻魔大霊廟冥、今回のメンバーは闇閻魔イケメン剣クリスタル武士ニャン、あと覚醒日の神ですね。ちょっとクリスタル武士ニャン使っていこう。とてて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 走り方もめちゃ可愛い。回避、そして三段攻撃、突撃ラッシュですね。三段攻撃、マジで武士ニャンと操作は同じ。もう基本的に限定ダンジョンって、一回バトルして、リセマラでゲットできるか、超楽ですよね。何回目で仲間になるかっていうところが気になるところかな。あと、マカのスキルとかもちょっと気になりますよね。どんなんだろう。クリスタル武士ニャンの必殺技準備 OK。マカの QR コードは動画の最後にあるんで、よかったらチェックしてください。閻魔大霊廟冥の5回ボス戦いきます。マカと初対決。ワク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 。でっかいピンチ。怖え、これで下抜かれる。嘘ついたら、下抜かれる。ちっこいね、やっぱりマカって。必殺技打ってみましょうか。注目にして、どの辺？この辺でどう？クリスタル武士ニャンの必殺技、カツオ節切り。もうちょい、やば。必殺技来る。取り付き系かな？なんか今の必殺技、マカ。レンジャー系なのかなんのかな？もうちょい、もうちょい、突撃ラッシュ、そして三段攻撃。攻撃しまくり、尻上がり。三段攻撃、最後は突撃ラッシュ。なんか可愛らしかったね、マカ。クリスタル武士にはいいね、可愛いね。クリスタル系の妖怪、今後、どうなるんだろうな、ほんと。武士ニャン以外も出てくるのかな。クエスト保証鬼玉960で、ヌーパーツは、これは、さすらいコインですね。で、一発ゲットしたいんで、ここでしっかりセーブしておきまーす。閻魔冥王マカとの会話。お前強いな。だがまだ実用が足りないみたいな。今だと簡単に舌を引っこ抜けちまう。やーば。実力をつけてからまた挑戦しに来いと。俺が気に入ったら力を貸してやるよ。人玉でかいね。二代目の閻魔大王マカ。で、こっからリセマラですね。タイトルに戻ってリセマラ。何回目で来るかな？妖怪が来ました！頑張れよ！頑張れよ！ 8 回目だめー。そろそろ来るんちゃう？ 21 回目だし。だし！ダメだー！なんでじゃー！あー、22回目で来ました。お前強いな。気に入ったぜ。俺を連れて行けよ。お前の近くに。痛くなったんだ。で、これさ、イベントをスキップにしたらさ、マカが仲間になるとき、背景は真っ黒になるんじゃない？確か。ほらみー。閻魔冥王マカ。可愛らしい声してんね。マカ。マカのニックネームお任せだと何になるの？閻魔マカ。冥王マカ。閻魔2。二代目だから閻魔2。二代目の閻魔大王。マカゲット。これで歴代の閻魔大王4体コンプかな。マカはやっぱりレンジャーですね。S ランクでレベル1。スキルが見破る。悪い取り付きと罠にかからない。神速アタック3段攻撃ですね。必殺技が断罪抜絶ベンチ。敵に攻撃し、敵の HP をどんどん減らすだって。なるほどね。レンジャーって感じやな。マカに話しかけるとどんな感じ？抜くぞ、怖っ。嘘つきがいたら舌を引っこ抜いてやる。
エンマメヨーマカの QR コードこちら、これをバスターズ2でスキャンするとマカとバトルできるようになります。